いい感じ。亡くなった人たちは あんたのおかげで町が明るくなったよ。危ない犬の件、ありがとう。とんでもない。おや、ずいぶん早いお帰りだね。ちょうどよかった。自分の部屋のフィルターを交換しておくれ。部屋に置いといたよ。はい。何でもやはお待ち。これは依頼だよ。ティファと仲良くするんだ。あ、しているつもりだ。上っ面だけだな。そんなのはね、吐いて捨てるほどいるんよ。あいつらとは違うんだろ。行きな。先にフィルターを交換しちゃおう。ああ。終わったら来て。待っててね。急いで終わらせるね。できた。聞かせて。村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。ん？戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん。毎日ニュースを見て。俺がソルジャーになった頃には、状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、神羅のために働くただの、あ、ごめん、話したくないよね。うん、剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってする時はするよ。服あるのか？ないけど、用意するの。どういうのがいいかな。格闘家っぽいの。普段と変わらない気がするけど。私と釣り合う服を選んでね。わかった。楽しい計画っていいね。ああ、いいな。さて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか。時間もったいなくて。マーレさんには内緒。